全員デュアルブースタースカット、ついに完成いたしました。全員デュアルブースタースケでガチ対決。さあ、ということで本日私ガチスカットをさらにパワーアップしたいと思います。まずは戦勝会ご覧ください。どうぞ。スターティングラインナップ。ゴールキーパーピーター・シュマイケル、フォーバック左からコスタ・クルタ、ネッサファビオ・カンナバール、ラーム、ダブルボランチピエラ、ビジョナリー・ガビ、トップ下モメンタム・ビルツ、左ウィングロナウジーニョ、右ウィングボージャン、そしてセンターフォワードカンタール。スタメンを今回全員デュアルブースターやっとつけます。ランダムブースターにします。で、まずついてる選手からね、能力の方を踏まえて紹介したいと思います。まずはこれピーター・シュマイケル。で、シュマイケルに関してはゴールセービングがついております。で、能力の方がこんな感じです。めちゃくちゃ強い。で、センターバック、はい、ネスタ、もともとシャットダウンついてるんだけど、さらにシャットダウンがつくと。で、能力こんな感じですね。スピードも91乗ってます。そしてファビオ・カンナバーロですね。身長がね176センチなんですが、能力はもうトップじゃないかな。で、デュエルがもともとついてるんだけど、これフィジカルをつけました、まあ、つけましたというか、多分ファビオ・カンナバーロに関しては、これ確か1回目なんかフリーキックとかついちゃったんだっけ。で、能力こんな感じです。まあ、守備意識はちょっと低いのか。ただスピード瞬発も90乗ってるし、ジャンプ99で、ここ身長、まあ、カバーできるんじゃない。そしてフィリップラーム、こちらシャットダウンつけました。シャットダウン多いな。能力のこんな感じですね。ラームも強えよな。ということで、残るは7人いるので、一人一人ね、ランダムブースターの方をつけていきたいと思います。もう順番、下から順番に行こう。まずはコスタ・クルタからいきたいと思います。ブースタークラフトでランダムいきますよ。頼む頼む、なんだ、テクニック、ボールコントロール、ドリブル、ボールキープ、グランダーパス、どうでしょう。こんな感じです。まあ、ドリブルの方が上がりまして、あとパスも上がったのか。こんな感じですね。フリーキックとかより良かったかな。じゃあ続いてガビ行こうかな。さあ何が来るんでしょうか。どう、またテクニックかよ。まあ、でもまあガビ前目の選手だから、まあ悪くはないのか。続いてビエラ行きましょう。ビエラこそシャットダウンとか欲しいけどな。行きます。ランダム、シャットダウンっぽい。ボールキャリー、ここでボールキャリーついたか。ドリブル、ボールキープ、スピード、ボディコントロール。でもスピードが上がったの結構いいんじゃない。はい、スピード91。そうだね、スピードちょっと下げて瞬発に振ってもいいかな、それならって感じ。はい、続いてこちらビルツ。ビルツこそボールキャリーとか来てほしいけどな。いきます。ストライカーセンス、オフェンスセンス、ボールコントロール、決定力、瞬発。ちょっと他の方が良かったら、まあ付け替えるっていうのは全然ありなんだけど。いや強、やっぱ強えな、ビルツ。ビルツもうちょっとドリブル下げてでもいいかもね。この分このスピードとかに振った方がいいんじゃない。そうすればキック力も90乗りました。先にボージャンや行くか。ボージャンもボールキャリーでしょう。ランダム行きます。ストライカーセンス、オフェンス、ボールコントロール、まあ悪くねえな。うん、よし、強いんだ。やっぱ、ボーちゃん強いわ。え、カントナか。カントナの元の能力が、こう、まあ、強いには強いんだけど、スピード欲しいような、もうちょっと。カントナ行って最後、ロナウジーニョ行きます。さあ、カントナー、これはちょっとやり直させてもらっていいですか。じゃあ、一旦ロナウジーニョ行きます。行きます。いや、まあまあ、スピードスタミナ上がってるからね、それでも。デュエルだから。ちょっとカントナは行くか、ランダム。さすがに。ゴールキーピング意味わかんねえから、本当に。行きます。何が何でも。これで、あと1個です。おっ、これ完璧じゃない？オフェンス、ボールコントロール、決定力、瞬発。瞬発上がったなぁ。オフェンスセンス上がったのでかいな。これ良かったんじゃない？マジで。瞬発技術力高。ということで、全員デュアルブースタースカットをついに完成いたしました。いや、来たな。ブースタークラフトを渋ってたけど、ガンガン使った方がいいな、やっぱ。ということで、実際に試合の方やっていきたいと思います。おー。おー。
って森山さんって基本的になんか調子いいよな。使わないんだけどさ、このベンチメンバー。さあ、お相手。あー、なるほど。どうなんだろう、美課金だよな。いやー、微妙なとこだね。嫌でしょ、こんな相手来たら。いや、本当に。いきなり、デュアルブースタースカットぶち込まないんだから、みたいな。相手の選手チェックして、2、3人こう、デュアルブースターがこう、いるとかじゃないんだから、全員ついちゃってんだから、恐怖でしかない。さあ、行きましょう。さあ、ビルツ。いい。さあ、コスタクルタ、ここ。で、ビエラ。で、ガビ。はい。はい、開きます。で、ここ。カントーナー。ちょっと1試合目は、マジ集中してやりたいんで、普通に行きますけど、2試合目からは、皆さんの、待っている、子供さん呼ぶんでね。まずは1試合目、真剣にやらさせてください。で結構、子供さんいないとき、勝ってるんだよ。てか、さっきちょっとすごい企画やってたもんで、ね、すごいなんかこれ使いやすいんだけど。やっぱ使いやすいな。ナイス。細けえな、ガビも。うわー、ここ、うわ、今めっちゃ通れそうだった。いやー、来たんじゃね。え、オフサイ、やっぱガチスカーで試合するのが一番楽しいかもな。まあ、そりゃそうか。そりゃそうだよ。まあ、ガチ、あ、これガチスカじゃねえじゃん。全員デュアルブースターで。って言って、なんかガンガングダイエット。おい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 。え、ここめっちゃ開いてんの？シュート？キャー！デュアルダーで。さあ行きましょう。ここ取れるよ。いや、来た来た来た、ボージャ。はい、え、てか、ボージャマジ早くね。うわぁ。入れとこ切っちゃった。カンナバーロのヘディング。ナイス。ジャンプ力は鬼なんだ。じゃあ、ただちょっと負けてはないけど。うわっ、すっげえ、マジか。マジ調子乗った今のは。おのりさん来た。いいいいいい。カントナ？素晴らしい。素晴らしい、マジで今。ビエラね。ビエラで預けて。ここ、行け。で、すぐ。ロナウジーのマジアグレッシブ高かったらめちゃくちゃいいんだけどな。ここ空いてんのよ。で、ここで。マジ守備安定してきたな、本当に。メンツがえぐいわ。お！え、ちょ、待って、ボールダン出すぎじゃねえ、今のは。さすがに。さすがに出せねえよ。来たねえ。よし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 。今回は子供さんも入れてね、話しながらやってきたらなと思います。ちなみに e フットボールで、このディビジョン1へどうしても勝てなかったりするんですよ。どうして勝てないことが多いのかな？最低でもやっぱ引き分けを多くして勝ち点取らなきゃいけないんですけど、やっぱり。勝ち点を取るためにシュートを決められるように練習してるの？シュート練習とかそういうのはちょっとできてないんですけど、普通に、まあ、試合をこなすっていう感じですかね、今やってんのは。シュート練習はやらないの？シュート練習はした方がいいですか？あ、やば。いや、守備も結構下手なんすよね。あと、子供さんがいると負けます。そうなんだね。そっかそっか。シュート練習は壁に向かって打つとか、ネットに向かって打つとかが多いかな。うん。まあ一応ゲームのことなんでね、なんとも言えないですけど。そうだね。ゲームのシュート練習はどういうのやってるの？僕くんとかは確かのトレーニングみたいのでなんかドリブル磨いたりした気がしますけど、僕くんとかって知ってます？ああ、僕くん、ああ、いいフットボールのキャラ。あ、
わあ、いいフットボールのキャラですね、どっちかっていうと。あ、僕くんはいいフットボールのキャラで一番人気なのかな。まあまあそうっすね、一番人気っす。僕くんはシュートの精度も高いのかな。いや、めちゃくちゃ高いし、ドリブルは神っす。僕くんはドリブルもシュートも神みたいだね。てか、あのドリブルやばいっす、マジで。そっかそっか、僕くんのドリブルは本当にすごいんだね、憧れる、うん。さあ、ということで、ビルツからボージャン。いやー、もう一回、そう、落として、ちゃんとな。マジか、同点いかないときついって。ボージャン蹴るキックって知らないですか。あ、知ってる、ボージャン蹴る蹴る蹴る。うまっ、うん、神、ロナウジーニョ。最近おすすめの映画とかってあります？最近はアバターが面白かったな。アバター？アバターって2まで？2はあるよ。あ、2はあるよね。俺2は見たことないですけど。ああ、アバターにはアクションがすごいよね。そうなんですよね。アメリカで今おすすめの映画ランキングベスト5ぐらいちょっと教えてもらっていいですか？ランキングは難しいけど、最近だとアマタンとかかな。いや、こともさ、決められちゃいましたよ。負けるぞ。そっかそっか、悔しいよね。一番強いフォーメーションって教えてもらっていいですか？4-4-2が一番多いかな。4-4-2か。じゃあここで質問です。何ですか？青島太一の背番号何番でしたでしょうか？22番だよ。おえ、前回7番とか間違えてたのよく覚えてますね。確かに22番だったね。でも7番とか間違えちゃうくらい昔の選手だったんだね。試合の方やっていきたいと思います。じゃあ試合開始。気になるな。それを聞かないでください。 OK、分かった。じゃあ聞かないけど。ここでロナウジーニョでガビ、ボージャンケルクでロナウジーニョが素晴らしい。で、ここでワンツーカントーナ。うわー、もったいね。さあ、シュマイケルからコスタクルッタ、ナイス。ロナウジーニョこねて、そいいよ、ボージャンこねれる。カントーナ無理に行くな。ガビからいいじゃん。シュート練習以外に何やってるの？もうちょっとって聞いたのに全然違うじゃん。もうさっき答えたんで、もうやめてください、その質問。あ、ごめんね。じゃあ A は何が好き？いやー、来たんじゃねえの。いや、マジかよ。どうしたの？カメラ好きなんですね。はい、どんなカメラ使ってるの？ 5D Mark III とか。あ、そうなんだ。カメラの話もできるの楽しそう。よし、行きましょう。 AI で写真撮ったりとかできるんだよね。あ、そうなの？普通マジで？ AI の性能が上がったっていうのは、写真とか動画の編集が楽になったりとかじゃないかな。おお、来た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 。いや、てか瞬発速いってマジで速っ。スピードなくてもマジ瞬発やればいいな、これ。いや、このフォーメーション結構使いやすいかもしんないわ、こともさん。で、ここ、はい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 、よしよしよし、いいよ。こともさんが言ってくれたフォーメーション結構使いやすいんだけど。そっかそっか、 AI がフォーメーションを考えてくれるの？あんたで。そっか、あ、ごめん、間違えた。 AI が考えてくれるフォーメーションで勝てた。で、ここが、これができる。うん、うん、いやー、もったいない、今の。これでボージャンが、いや、ボージャンいいかも、普通に。いやー、もったいなすぎる。もうちょい、もうちょいで終わる。そっか、出たサーカス、もうすぐ試合終わるの？出たサーカス、ビエラのサーカス出ました。で、ここでしょ。そっかそっか、シュート練習以外に何をやってるの？だからもうやってないって。何もシュート練習以外に何もやってないのかと思ってた。ここでしょ、カントナ行け。えぐい、えぐいわ。いやいやいや、
え、ちょっと待って。あぶねえ。お話できて嬉しいよ。え、なんか、今止まっちゃったんだけど何？どうしたの？ごめん。ちょっと待って。聞いてる？ PK になったんだけど。おい、マジかよ。うんうん。ま、勝ってるからね。よしよしよし。なんとか勝てました。いや、結構このフォーメーション使いやすいんで、ぜひ皆さん、4222使ってみてください。